ゲノムデータ解析支援センター、センター長の野口です。よろしくお願いします。我々のところではこの6名で、解析支援の授業を進めています。まず我々のその授業の概要ですけど、我々解析支援センターですので、我々のところにデータがあるわけじゃなくて、共同研究者、いろんな分野にまたがるその、生命科学やってる研究者が持ってるゲノムデータ、これをお預かりして、共同研究ベースで解析支援を行う、我々の持っているバイオインフォマティクスの技術を提供するというのが、事業内容になります。で、背景としまして、先ほど藤山施設長のお話ありましたけど、次世代シーケンサー NGS という、非常にスループートの高い DNA シーケンサーが出てきまして、それによって、大量のデータが一度に取得できる、あるいはそのコストも非常に下がってきているということで、幅広い研究者がその研究室レベルでその全ゲノム解析を行うということが増えてきているということがあります。で、こちらは、2016年、そのセンター発足当時の、主力の、NGS シーケンサーになるんですけど、これもまだまだスループと上がってまして、現在ではこんな感じ。例えばショートリードの場合だと、もともと、スループとか60ギガ、円あたり60ギガベース、あと600億円です。人が3ギガなんで、大体20人分ぐらいのデータが一度に取れるっていうものだったんですけど、現在はそれが3倍以上、200ギガ取れるようになってたり、あるいはロングリードの方は、もともとスループとはそこまで高くない、リード1本1本が非常に長いんですけど、スループと自体はそれほど高くなかったんですけど、今現在では、それが80倍。80ギガのデータが取れるようになっている。で、その分コストも下がっているということで、広い、たくさんの研究者がどんどん使うようになってきているということがあります。で、我々じゃあ実際どういう解析をしているかといいますと、大きく分けてこちらの4種類ありまして、一番数が、課題数が多かったのは、新規ゲノム決定。こちらでは、デブルイングラフっていうグラフを利用して、その断片ゲノムデータをつなぎ合わせて長いゲノムを作るというゲノムアセンブリの解析だとか、あるいは、ゲノム配列が出来上がった後、ゲノムをどこにどういう遺伝子があるか、そういうのを調べるゲノムアノテーション、こういった解析が18課題ありました。次に多かったのがゲノムの再シーケンスといって、変異とか構造多形を調べる解析ですけど、全文検索の技術なんかを使って、その大量の、配列リード、配列断片を、参照ゲノムに貼り付けていくというような解析が必要になってくるんですけど、それが17件。あと、それ以外にも、発現している全遺伝子を解析するというトランスクリプトーム解析とか、あるいは環境中の、全生物種のゲノムを一度に決めるメタゲノム解析、意見の解析が、依頼がありました。で、これが具体的なその課題のリストになるんですけど、ちょっとちっちゃくて見えないかもしれないんですけど、6年間で一応51課題、解析支援を行っています。なので、年あたり8件から9件ぐらいの解析を行いました。で、先ほど申し上げたような、いろんな解析を行ったんですけど、生物種に関しても非常に多岐にわたる生物種の解析をしておりまして、これじゃちょっと分かりづらいんで、まとめたのがこちらになりますけど、一番数が多かったのは、人とかマウス、哺乳類ですね。特にマウスが多かったんですけど、解析が20件。で、それ以外の脊椎動物、魚類とか鳥類が11件。で、それ以外にも昆虫、植物、真菌、原核生物といったように、非常に、多岐にわたる生物種の、解析依頼を、受けました。あと、依頼者の所属機関に関しても非常に幅広くてですね、うちのセンターだけで、21大学、11研究機関の、支援を、行っております。で、なかなかそのゲノムの研究の場合は、その情報解析が終わったからすぐ論文というわけじゃないので、論文化するまでにちょっと時間かかるというのはあるんですけど、それでも、
着実に成果が上がってまして、現在までに掲載されている論文が12本。あと今月アクセプトになったのがあるので、それを入れると13本という形で、どんどん成果が出ています。で、これ一つ一つちょっと、お話しすることはできないんですけど、今回この後の第3部のポスター発表で、こちらの3人の先生方が、それぞれの研究をご紹介していただけることになっております。で、簡単にご紹介しますと、ルーム A の方では、岐阜大学の山本先生。こちらの研究は、その薬剤耐性遺伝子が、人の中でどう動いているかというのを調べるために健常者の腸内細菌を調べて、薬剤耐性遺伝子を持っている菌というのを単理してきて比較ゲノム解析を行うというような研究になっております。次はルーム B では、長浜バイオ大学の大森先生。大森先生とは菌群関係でいくつか共同研究させていただいてまして、例えばこの下に写真ありますけど、菌にはいろんな形態、尻尾が長いとか、デミ菌の場合目が大きいとかありますけど、そういう形態に関係している遺伝子を特定するっていう研究を、一緒に行いまして、論文化して、あとテレビなんかでも取り上げられているというものがありますけど、今回はそれとは違いまして、菌にの網膜をターゲットに、1細胞レベルでのその遺伝子発現解析を行ったという研究についてご紹介いただきます。ルーム C では、理化学研究所の高田先生。高田先生はもともと遺伝研にいらっしゃった先生ですけども、日本産マウスとか、あるいは他のさまざまなマウスの系統を、まとめて、統合したデータベース、MOG プラスというデータベースを作っておられるので、それの紹介をいただくということになってますので、ぜひ、お聞きになってください。ここまで、解析支援をしてますという話でしたけど、我々のところは支援以外にもその支援を、促進するための新しいツールの開発ということも行ってまして、大きく解析パイプラインと新規ツールというのがあるんですけど、パイプラインとしては、課題数も多いその新規ゲノム決定に必要なそのゲノムのアノテーション遺伝子、ゲノムのどこにどういう遺伝子があるかっていう注釈付けを行うためのパイプラインだとか、例えばあとは最新研究で、変異箇所を見つけるような、解析のパイプラインっていうのを構築してますし、まだちょっと論文化はしてないんですけど、他にこういったさまざまなツールっていうのを開発をしています。その中で今回はそのゲノムのアノテーションのパイプラインについて、ルーム F の方でセンターの福田の方から、発表させていただいています。で、内容はちょっとポスターの方に譲りますけど、これ作ったパイプラインは、実際に解析支援の方で使ってまして、例えば、昆虫の場合は、これ、感度だと思ってもらったらいいんですけど、バスコっていうツールのスコアで 99%。で、爬虫類は、2種いるんですけど、どちらも 96% 以上。いう高い精度で、遺伝子の同定ができています。下に黒字で書いているのは公共データベースに入っている禁煙種の情報なんですけど、こういった数字と比べても、我々のパイプラインが非常に精度高く、遺伝子を同定できているというのが分かるかと思います。であとですね、こちらで作ったその遺伝子の情報、注釈付けというのはテキストファイルで持っていることになるんですけど、それだとなかなか全体を俯瞰することができないということで、視覚化するために、遺伝系の DDBJ と、共同で、ゲノムブラウザの方も用意しています。ゲノムブラウザ自体はこの J ブラウザっていう既存のツールを使ってるんですけど、ユーザー側が手持ちの、ゲノム配列だとか、あとアノテーションのテキストデータをアップロードすると、この J ブラウザと、あとブラストとか、ブラッドっていう、相当性検索のためのツール、このサーバーを、自動で立ち上げて、情報の閲覧だとか、ちょっとした解析なんかを行えるというような、そういうものを作って、共同研究所に提供しております。最後、人材育成ですけど、一つはポスドク育成ということで、4名の、特任研究員を雇用して、指導を行ったと。
この分野の場合はちょっと難しいのが、その情報解析技術を持ってて、かつそのゲノムの知識もあるっていう人がなかなかいませんで、実際この4名も、バックグラウンドがそれぞれ違うところなんですけども、まあ、一から、解析についてこちらで指導をして、まあ、今では戦力になって、まあ、それぞれが、解析支援の課題を担当していただくようになっています。あとは OJT と言いますか、共同研究者とかそこの学生さんなんかに、遺伝研、まあ、我々遺伝研にあるんですけど、遺伝研の方に来ていただいて、そのレクチャーをするということもやってます。で、まあ、毎年度少なくとも1人、1名から3名ぐらいに来ていただいて、解析の指導を行うということをやってまいりました。最後、今後の展望ですけど、まあ、シーケンサー、冒頭でも述べましたように、そのどんどんスループットも上がって、どんどんコストも下がって、使いたいという人が増えている状況で、まあ、解析も、解析支援の要望も増えてますので、この解析支援の授業は続けていきたいと。ただ、まあ、我々としてももう手一杯のところがあるので、まあ、できるだけパイプラインの拡充なので、その効率化を図るとか、あるいは解析のための新しい手法を作るというところにも注力をしていって、していきたいなと思っています。あとはどうしてもその解析支援の課題だと、その先端のデータを使って、技術開発というのがなかなか難しいところもありますので、今後は当センターでデータを取得して、解析の技術を磨くというようなこともやっていきたいなと。で、最後に、まあ、せっかく OJT なので、何ですかね、資料みたいなのも作ってますので、まあ、それを一般化したようなものを公開していければなというふうに考えています。以上です。ありがとうございます。